さて今日のアフターテラちゃん経済アナリスト森永康平さんです森永さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします右手がちょっと痛々しくてですね腱鞘炎です見えるの働きすぎ<う>お父さん働きすぎよみたいに言われましたいやでもさすがにちょっとこう、えー、いろんな腱鞘炎だったり坐骨神経痛だったり、はい、いろいろあったじゃないですかさすがに妻から、はい、まあちょっとこうドクターストップではないんですけど、えー ちょ,ちょっと休んだらみたいなありがたいお言葉をいただきましたのでありがたいそれまでは働けーってこれういわゆる債務奴隷と呼ばれる身分でございますんで、ええ、まあただあのちょうど来週は、はい、あの街にもあった WBC がありますのでちょうど週の後半、ええ 関係各所にはもう通達出してまして WBC 期間中の夕方から夜にかけてのお仕事は一切受けられませんとということでもともと断ってたんですよ。そうですね一応まあ関係各所私の人間性を知ってますんでどうせその日に仕事発注してもこいつやんないだろうということでちょうど夜明けてたんで来週の WBC の期間のどこかに。 まあちょっとこう温泉など行ってあそ,そこでね野球見ながら、ええ 落ち着こうかなと。で、ちょっと投時をしようとそうです、ね、いうことです、ね。一日でどうかな、る <laughs> いいでも、気持ちですから。そうなんですよ。ね、はい。はい、さて、厚生労働省はですね、人口動態統計の速報値を公表し。去年の日本の出生数、過去最小の七十九万九千七百二十八人で。統計を取り始めた千八百九十九年以降、初めて八十万人を割ったことが分かりました。で、一方で死者数は過去最多の。 百五十八万二千三十三人。死者数から出生数を引いた自然減が十六年連続となって、減少幅は過去最大の七十八万二千三百五人です。まさに、日本の少子高齢化による人口減少の進行を象徴する結果となりました。さすがの岸田総理も、危機的状況だと認識している。と、まあ、こういうふうに発言しました。けれども、このお数字、いかがでしょう？ そうですね、えー、まあこれはあの本編の中でも言いましたけども、はい、まずやっちゃいけないのはコロナだけのせいではないぞと、はい、まあいわゆる今までの失勢の結果であるとただこう気をつけなきゃいけないのは別に日本だけの話ではなくてある程度経済が成熟した国っていうのはまあ比較的その少子化になりがちであるとか。えー まあなので日本だけがおかしいってわけではないということと、はい、コロナだけのせいではないということとかその辺りをちゃんと理解した上で。うん おそらくね、今日明日ぐらいはこの出生数の8、いっぱいいろんなところで報じられると思うんですけど、はい、そこはちゃんと意識して、えー、まあ受け止めてほしいなと思いますよ、ねはい、で一方、世界の人口は増えていると、国連の推計では世界の人口、2050年に97億、2100年には109億人まで増える、まあ、こう予想出ていますでこののの世界の人人口口上昇ととと日本の人口減少何が違うかというかいやっぱり地域です。 まあそうですねだからこれもやっぱりいわゆる新興国と呼ばれるところでは逆に人はどんどん増えていってますから世界で見ると新興国の方が規模が大きく、まあ、規模ってその経済って意味じゃなくてあの土地とか人口というですけど増えていってるっていうところなのでまあそのいずれ今増えてる新興国も経済発展していき先進国レベルの水準になればおそらく同じような状況は このままですね人口が増え続けて開発途上国が豊かになって先進国並みの生活をするようになっていきますと食料も資源もですね不足して争奪戦、戦争が起きる、まあ、こういったこの心配というのは昔から言われているわけなんですけれども、まあ、人口というのがじゃあ果たして増えた方がいいのか減った方がいいのか、えー、まあ適度が一番いいんでしょうけどもね。まあそうですね、えー、とはいえ <laughs> はい、なんか増えた方がいいからっつって、ええ、そのね別に家畜じゃないんだから増えるわけでもないし、ええはい、逆のパターンなんかもっと怖い話で、ええ、減った方がいいから人口削減計画を行うっていういい映画じゃないんだからって話になっちゃうんで、はいええ、ここはね誰がいい悪いを判断してコントロールするって話じゃないですけど、はい、ただまあいろんな国の人口のデータを見ていくと先ほど言った通りやっぱこう経済が発展していくことによって。 ま少子化傾向にはど,、うん、どの道になるというところで、まあ、これはそのいろんな考え方あると思うんですよね。例えばその昔であれば本当に貧しい場合だと結局その誰かしらが家族を支えなきゃいけないってなった時に、はい、まあ例えば今の日本では考えられないですけども、まあ、昔だったらこう栄養も足りなかったりとか、はい、いわゆるそのマラリアじゃないですけどそういう病気があるんで産んだ子がちゃんと。 将来大人に無事育つ可能性っていうのが今よりもはるかに低かったのでそういう意味では子供をいっぱい産んでいるっていう、うん、ある意味、まあ、言い方はよくないかもしれないですけどリスク分散みたいな感じがってって、ねえー。寿命も短かったしね。えーうんまあ、これは先進国経済になれば、まあ本当よっぽどのことがない限りっていうのは、うん、まあ成人していくっていうその確率論の中で。 徐々にこう合理的にはい世代がちっちゃくなっていくみたいなのがありますから、まあこれは多分経済発展に従ってどの国もまあ多かれ少なかれ似たような傾向になっていくんだと思いますね、うん、はい。そしてその世界的な人口の増加から心配されているのが食料危機です。え、うん、先月 F A O ファオですねえ国連食糧農業機関えあと世界銀行世界貿易機関 W T O ですね五つの国際機関が共同声明で食料危機が 今年はさらに深刻になるとまあ、こういうふうに警告して迅速な対応を世界に訴えました、まあ、すでに現在79カ国におきまして過去最多となる3億4900万人が深刻な飢餓に苦しんでいるというデータこちらも公表されていますで、気候変動による農業生産の不安定化あとコロナ禍での食料供給網の寸断ロシアによるウクライナ侵攻による食料と肥料価格の高 など原因は複合的です、えー、そしてコロナ禍前から飢餓に苦しむ人は世界で2億人増えたとも言われてるんですね、まあ、この食糧危機の問題というのも、いや、これはなかなか深刻な問題ではあります、ねうん、本当に単純に人が増えて食糧危機っていうのはも,もちろんあるんですけど、例えば日本ってね、結構、食料も輸入に依存してますから。はいはい まあそういう意味では例えば中国台湾の間何かがありましたとかって言ってまあその海上の一部のルートが封鎖されてしまいましたとかってなるとこれは日本も当然エネルギーはもちろんですけど食料とかも一部入ってこなくなってしまうとかっていうこともありますのでまあこの経済安全保障の観点から見ればやっぱこう日本においても。 この食料危機対策は知っていかなきゃいけないと思いますよね、はいはい、でそんな中今注目を集めているのが、えー、森永さんがですね、えー、元芸人のこの宮迫さんの YouTube 番組で、えー、宮迫さんに食べさせたコオロギ <laughs> 食べさせたというとちょっとあれですけどそうですか <laughs> ちょっとちょっとね、えー、その辺りはね、はいえー、森永さんあの乾燥コオロギを購入して宮迫さんに差し入れしたんですか、うん なんかあの宮迫さ,さんが今 YouTube でワイドショーやってて、はいええ、僕木曜日、だから明日、はい、あの毎週レギュラーでコメンテーターやってるんですけど、はい、ちょうどその日に、ええ、あの、なんか最近この1週間とか2週間めちゃくちゃ昆虫食のニュースで溢れてるじゃないですか。すね、なぜかは知らないですけど。そうそう。それで、そのワイドショーの中でも、えー、昆虫食を扱うって話だったんですよ。はい、で、 賛否両論皆さんあるんでしょうけど食べないで文句言うのは僕のポリシーに反するんですとりあえず好き嫌い置いといてやってから嫌いって言いたいんですよねとりあえずネタで買ってこうって思って前日都内でコオロギを買える自販機があったんで自販機なんかあるんですかそうそう自販機で売ってるんですよでなんか面白いのがタバコとかって銘柄があるじゃないですか あれと一緒で、ええ、コオロギもなんか銘柄があって何何時かの、ね、便所コオロギとか <laughs> いやいやなんか僕が買ったのは埼玉県の、ええ、あのラン山っていう場所のコオロギそんなのがあるんですよでしかもラン山パーキングエリアとかありますよねそうそうそうだから埼玉ラン山さんのコオロギで、ええ、じゃあラン山で捕まえたってやつかな養殖したんですねそこで養殖してるんですかねでなんかマーラージマーラージのコオロギを買ったんですよ、ええはい で番組にもどこさんあありりまますすなんとかなんとかさんで味もまたバラバラなんですけどとりあえずその僕埼玉出身なんで埼玉さんの航路技官で内ポケットに忍ばせておいたんですよ。でみんなにはダマでいいんでで本番生放送ですからちょっとちょうどその昆虫食の話題になった時に宮迫さんがよくその若手ってこう若手芸人の頃ってもうめちゃくちゃ無茶ぶりされるじゃないですかそうですなんか。 場合によっちゃいじめに見えるレベルの仕事されたりするわけで、はい、そんな流れで「虫食ったことあるんですか?」って聞いたら、うん、若手の時にはやっぱ無茶振ぶりが多くて「虫食え」みたいな振りもやっぱ過去にはあったと、うん、もうそれだけは僕は無理で「ぶち、はい、切れて帰った」みたいなこと言ってたから、ええ、絶対これダメなパターンだと、ええって思ったんですけどもう買っちゃったし、ええ、忍ばしてるし <laughs> <か>出すしかねえと思って「<laughs> はい、いや実は今日持ってきてるんですよ」 っっってて言たたらもうえみいな景色ででも宮迫さんの番組だし生放送だし芸人だから「いやいや食べません」とは多分言えない空気を逆に作ってしまってで宮迫さん食べちゃったんですよ。で森永さん食べたことないのってなって「僕は食べません」って言ったら「なんでやねん」って突っ込まれて食べないわけにいかなくなっちゃって食べたんですけど。 味はマーラー味ついてるんでコオロギ自体の味は分かんないんで、はい、そコオロギ食べたぜっていう感覚はないんですけど、ええ、食べた後に番組が30分ぐらいまた残ってて、ええ、30分の間ねこの奥歯にあのコオロギの足、ええ <laughs> なんか挟まってて、ええ、番組見返したら僕後半30分ぐらいずっと口モごモごして,てやってるなんか取ろうとしてベロでねそう,そう,でうちのスタッフが「何モごモごしてるんですか?」って言うから「いやこれコオロギの足が挟まっててさ」っていう <laughs> い、ま、なので、ま、食べた上で言いますけど、ねはい、僕はもう食べない,いやもう食べない、うん、もういいです味がどうのこうのじゃないんですねマーラー味だからいや味は分かんないですよはいだからあの多分ねイナゴのつくだ煮みたいなもんで、はい イナゴの佃煮食べたことありますない1回あるんだけどもう忘れましたねでも多分あれって見た目がやっぱイナゴだから気持ち悪いって思う人多いと思うんですけど、はい、食べてしまうともはや味,味が濃いのでそうなんですよ佃煮だから、うん、だからイナゴ食ってる感じにならないですそうですね確かにねだから多分そのコオロギも別に味がどうっていうのなくて、はい、見た目がまず僕は無理なんです僕虫嫌いなんで、はい、特に羽根ついてる系の虫無理なんでえー でだから羽ついてるじゃないですかコオロギってそれで無理なんですけどす、ねえー、今回食べてみて思ったのが後ろの太い足もちょっと食べづらいし、はいはあ、食べづらいんですね、うん、あれ足取ればいいとかそういうことはないんですかねいやだから多分解決策としては粉末にしちゃってっていう話になると思うんですけどで、ねえー、姿で別に食べる必要はないですもんねとはいええー、そんなコオロギを粉末にしてまで、えー 他の食べ物がなくなるのかって疑問はやっぱ僕の中ではあり続けますけどね。はいえー、でこの乾燥コオロギなんですけれども1 0 0ム2 0 0 0円から3000円ぐらいが相場のようでして1 0 0ムで大体1000匹から1200匹入ってるらしいんですよねで僕買ったのはね、えーはい、10匹入りで600円とかだから1匹60円ぐらいしますたね。 えってことはまあこれはだから粉末にするんだったらもっと安いんでしょうけどうで,う、ね、でもそれでも現時点では結構なんでですよ、ね、うんでもなんか600円で買ったんで1匹十円、はい、あ60円じゃないですか,か、はい、宮迫さんが食べた時に、ええ、YouTube って生配信してるとスーパーチャットって言って投げ銭してもらえるんですよ、はい、宮迫さんが1匹食べた時に200円のスーパーチャットが入ったんで、ええええええ 60円でコオロギを買って200円のス,パー,スーパーチャットが入るから,からか140円の利益が出てコオロギすげえってちょっと盛り上げたコオロギすげえってその金額で,金額、はい、で現在の日本の食料自給率カロリーベースで見ると38%と言われてます、まあ、過去最低の数字に近い状態なんですよねおととしが最低の37そして去年が1%改善されたというこういうレベルなんですけれども、まあ、これあのお父様 森永拓郎さんも心配されていることではありますが、えー、この問題、えー、単にカロリーベースを上げるために、まあ、国産の動物性タンパク源の生産を増やせばいいということでもなくてですねというのも国産の牛、豚、鳥といったこの畜産業を盛んにしたところで実は海外からの輸入飼料、うん、食べるものですね、えー、餌これに頼る日本ではカロリー転換が起こって逆に自給率が下がるという、まあ、こういう問題点が出てくる だそうですカロリー転換というのはだいたい1キロの肉を生産するのに7キロもの餌飼料がですね必要ということからまあ、例えば国産の牛を育てればそれに伴う7倍もの輸入飼料が必要となるということなんですね必然的に食料自給率が下がるということなんですんまあ確かにこれですと畜産業を盛んにしたところでカロリーベースでの食料自給率は余計に下がるだけと いうことなんですね。 でそこでそのカロリー転換の効率を高める方策の一つとして出てきたのが昆虫食だったようです、まあ、実際に国際連合食糧農業機関こちらもですね食糧危機への対策として新しいタンパク源として昆虫食が有効としています、まあ、しかも日本にはですね昆虫食の土壌がもともとあり大正時代には日本の55%の地域で昆虫が食べられていた。まあこう という調査研究もあるといやこれは驚きですね55%日本で大正時代には、えー、地域で、えー、昆虫が食べられていた まあでもそれ他に食べるものがないからって話じゃないのかっていう気もしますしあす、ね、まあなんかその一つのオプションとして昆虫食ありますってのはまだわ分からなくもないですけど、はい、ただ現状そのフードロスと呼ばれるです、ねえー、食品の廃棄とかもあるし、はい、まあ最近だとその牛乳をね、えー、もう捨てまくってたりとかそう,、ね、そういうなんかその配分のミスみたいなのが起きていて。はいえー なんかもはや廃棄するものもなくてコオロギしか食うものがありませんって言うんだったらわかるんですけど、はい、もう毎日のようにとんでもない量の食べ物や飲み物が捨てられているってことを考えると。はい なんか頑張ってコオロギを食べようっていう機運を高めるよりはむしろそのフードロスとかをどうやって解消するのかあるかそっちの方を考えていった方が国民的にはハッピーなんじゃなかろうかってちょっと思ったりもしますけどね一応実際にですね徳島県の高校でコオロギパウダーを使った給食、試食で出したところ子どもに食べさせるなといったクレームが相次いだとも言います。まあ、このののの徳島県の給食へのクレームの件 日本で到底その昆虫食がえ今土壌になっていると、まあ、こういうふうには思えないというね現時点ではそうですね、はい、あのー、私結構生き物好きなんで<っ>生き物結構詳しいんですけどあ虫はやだけど生き物好き嫌いなんですけど<っ>知識はあるんですよそうなんですかなぜかえ<っ>でこれ思うのがその本当に食べる用のはい。 コオロギだっ恐ら,らく何を食べさせて育ててるかっていうのが分かってるんでまだ、はいうん、いいですけど、ええ、例えばそのコオロギであれば何でもいいって話になってくると、ええ、なんか知識のない人が。うんうん そこら辺のコオロギを調理する可能性ってあると思っているんですが気をつけなきゃいけないのって、うん、コオロギって雑食なんで、はい、野生のコオロギってマジで何食べてるか分かんないんですよ。えー、料理方法を間違ったら非常に問題があるということとあとちなみに昆虫もそれぞれ種類によっては、うん、アレルギーが出る可能性あるんですよ。はい、だから例えばその僕も子供小学校行ってるんで分かるんですけど。えー 卵とかそばとかってアレルギーがある食材としてみんな知ってるじゃないですか。はい、なのでそもそも入学前に「あなたんちの子ども、うん、アレルギーあるの教えてください」ってアンケートが来て、はいね、え例えばじゃあ卵ダメですってなると大体の食材がその子に当てられたりとか<ー>まあやるだってその場合によっては死んじゃうわけですからす、ね、アレルギーでね、うん、でも昆虫食って多分知識がみんなないから、はい、その対象になってない可能性あるわけですよ。はいね、えそもそもだって調べる項目にコオロギとか今多分入ってないやつなんで。はい 気をつけないとコオロギだから別にアレルギーないでしょみたいなノリでやっちゃって、えー、例えばコオロギアレルギーみたいなのがある子がいたとして、うんえー、そ,その子になかあったらどうすんのって話ですしです、ねえー、新しい食材を考えるって結構<ー>ちゃんと浸透させようとするためにはすごいいろいろやらなきゃいけないななです、ね、だってもしかしたら口角アレルギーがそれに適用されちゃう可能性だってあるわけですもんねなののでちょっとその な,なんで今月ぐらいに入って今月か先月か入って、はい、このコオロギ推しがんなんかやたらコオロギ推しすごいじゃないそうなんですよねなんだろうっていう <laughs>、えー、まあコオロギは知らない人がいないから話題になったってところももしかしたらあるのかもしれませんがね今朝ニュース見たらなんか今度はなんかハエの幼虫が、えー。えー みたいな<れ>出てま、ね、無地ですか。うん。だから出てましたよニュースで。それもタンパク。タ源でしょうね。うん、う育ちやすいみたいな。そうですか。え政府や自治体がどんどんこのコオロギを食べさせることをこの普及させる一方で、まあ日本ではですね、食品ロス今あの森永さんからもご指摘ありましたけど、うん、こういう社会問題もあります。でこれ見てみるとですね、え640万トンにも毎年日本では食品ロスがあるようでして、で一般家庭で 発生するものがおよそ半分とでこの廃棄される食べ物をうまく使ってそして食料危機を回避していった方が森永さんのこのアイデア通りですねそっちの方が個人的に私もいいなって感じがしますよねだから例えば、まあ、そのコオロギ食べるよりはですね、えー、まあ賞味期限はちょっとこう切れたかもしれないけれどもそのお弁当とか缶詰ねこちらの方がいいとまあ消費期限はちょっとまずいですけど賞味期限の そうですね味が少し落ちるかもしれませんよぐらいのもので体に安全性を確かめたものだったらまだ食べるとかねこの方がいいような気がしますねいやだからそのやっぱり僕にとってはコオロギって虫なんですよ捕まえてちっちゃい頃飼ったりとか釣りの餌にしたりとかそっちで育ってきちゃってるから今更ご飯ですって言われても そうはなならんよってな、はい、なるわけですよそうで,す、ね <laughs> うん、で多分逆に子どもの頃から「これはご飯です、うん、食べ物です」って言われたら別に何とも思わないんだと思うんですよ。はい、だこの昆虫食を流行らせようとすると多分どっかの世代の大人が犠牲になるはずで、はい、だってお父さんお母さんは「こんなの食べれない」とかって言ってるのに、はい、子供には食えって言え,えないじゃないですか。はい、っていうことは子供に食べさせようとするとどっかの世代の親が。 美味しいね、コオロギーやらないと子供は絶対食べないですから。<laughs> そ,そうですね。いや,なんかいやー、どうやって出てきたんだろう、これね、うん。なんかこの1ヶ月すごくないですかです、ね、急になんか別に今年のは、はい、頭とかこんな話なかったと思うんですけど。えー なんですか利権ですかこれもいやこれで大儲けしてるところがあるかもしれませんやばいなそうですね、うん、もしくは何か話題をすり替えようとしてるか可能性はありますねそうですね、うん、はい以上 YouTube 版アフターテラちゃんでした森永さんありがとうございましたありがとうございました